シモン、右から、ジル、ミンゲサパウトレス。あ、ミンゲサか。いけるな、日本これ。あ、全然いけそうだな。パウ、ミランダ。あ、別にレベル高くないっすね、スペインの。普通に日本の方がいいメンバーじゃないですか。スビメンディ。スビメンディ、ミケル・メリーノ。で、セバージョスか。アセンシオ、ダニーロ。ダニーロ？あ、オルモか。オルモで見ると。あのね、普通にまず、パウ・トーレスセンターバックで運べるでしょ。でも、冨安の方が準備力高い。まあ、どうだろう。パウ・トーレスもいい選手だけど、冨安とパウ・トーレスは一緒だとしても、ミンゲサよりは絶対吉田麻也の方がいい選手ですね。で、両サイドバックはミランダ・ジルよりも、酒井の方が全然、サイドバックとしての総合力高いし、旗手の方が、攻撃の時の、あれです。引き出しが多いです。あと、板倉のところかな、中盤かな、久保園、板倉のところが田中碧だったら確実に戦力的に上だと思いますね。これ、ちゃんとラリーガ見てる人だったら、僕言ってること、ああ、そうだねっていうふうに思うと思うんですけどね。あとは、ラファミルがな、ラファミルどこだったっけ、ラージョだよ、どこだったっけな。まあ、でも全然、タコ殴りにされるようなメンバーじゃないですよ。